はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。今日もニュースを見ていろいろとお話をしたいと思います。ヤフーニュース見てたらですね、こういうのございました。関係って韓国の経済っていうですね、これ韓国経済新聞から取ってきて中央日報というところがですね、日本語に訳してる記事ですね。本記事の原文著作権は韓国経済新聞社にあり、中央日報日本語版で翻訳しサービスしますという記事でですね、こういうタイトルです。半導体不況に内需不振重なり…韓国30大上場企業7、9月期営業利益半減というニュースでございまして、まあまあタイトルの示す通り中身はそうですね。主要な部分をちょっと読ませていただきますと、韓国の主要上場企業7、9月期の営業利益は前年同期より 50% 以上急減したことが分かった。業績が悪化した1、3月期と4、6月期より減少幅が大きい。国際会計基準IFRS が全面導入された。2012年以降で最大の減少幅だ。一部では韓国企業の競争力が根本的に損なわれたのではないかとの懸念が大きくなっていると。従来申し上げてます通り、韓国の経済と申しますのは、各国からいろんなものを集めてきて、それを製品化してそれを輸出するというようになってまして、自国内で完結してない、これは今どこの国でもそうなんですけども、で、日本から一部部品がですね買えないとかってこの前大騒ぎしてたのが、日本の貿易管理の強化という話なんですね。で、そういうお国柄でございますからですね、製品が売れなくなるといきなりですね、自国の企業の業績悪化すると、輸出に頼ってる側面がありますね。で、今中国とアメリカが要するに貿易で喧嘩をしてますから、その分買ってもらえるものが少なくなったんじゃないかと。で、あとその製品を作るやり方というのがですね、そんなにものすごいノウハウがあるわけじゃないわけでして、中国にキャッチアップされてると。だから価格競争力で負けてるんじゃないかということが言われてますね。一部では韓国企業の競争力が根本的に損なわれたのではないかとの懸念が大きくなっていると。言い回しがすごいですけど。多分そうだと思います。私は韓国人じゃないので、別に韓国の味方で物を言わなくてもいいもんですから、ちょっとこちらのカーテン閉めますね。とはっきり申し上げますと、そういうことでございますね。こういうのもあります。30大企業の売上比、営業利益率、は 6.1% で、昨年7、9月期の 13.1% から半分水準に落ち込んだ。日本語はちょっとあれですね。同期基準では2014年7、9月期の 5.2% 以降で最低だと。その韓国って財閥がほぼほぼ経済の7割ぐらいを、占めるようなお国柄でございますから、この30大企業が落ち込むとやっぱり、韓国経済全体落ち込みますね。一部では7、9月期をそこに10、12月期から上場企業の業績が改善されるだろうという見通しが出ている。半導体在庫が大幅に減るなど、半導体業況が反動するシグナルが現れているのだと。半導体をですね、作りすぎていたという嫌いがございまして、半導体を作るのに必要な製品を日本から輸入していらっしゃるんですけども、それが、一部 99% 減ったなんていう話があります。ということは生産が止まったということなんですけども、日本が貿易管理を強化する前から在庫がだぶついてたという話も聞こえてきます。つまりいいどう言いますかね、減産のいい理由になったんじゃないかと、日本の貿易管理はと思います。
で在庫がダブつくと安くなるんですけども、在庫引き締まると高くなりますから、高く売れる、同じもんでも高く売れるわけであって、それは韓国の企業の業績を良くするだろうと。実はね、このね30代企業でよく読んでみると半導体なんですよね。半導体がほとんど引っ張ってて、他の企業もですね業績確かに悪くなってるんですけど、まあそんなにですね、落ちてないですね。 10% とか 7%、6% とかそういうの出てますね。だから半導体の良し悪しだけで、その韓国の30代企業の大きなその流れが決まってしまうという、非常に偏ってますね。で終わりの方にこんなこと書いてあります。ある証券会社の リサーチセンター長は、みんな来年に上場企業業績が改善されるだろうと騒いでいるが、事実半導体だけ見ているもの、なんか、ね、日本語がしっくりきませんね。ますます半導体依存度が大きくなり、韓国の産業と証券市場に対する見通しはさらに暗くなる可能性があると話した。まあ、さっき私が申し上げましたようなことですね。まあ、半導体に依存してるとですね、半導体がダメになるともう韓国経済ダメじゃんということになってしまいます。まあ、日本はね、いろんな産業があってですね、これがこけたら全部こけるみたいなのはほぼなく、はい、続けます。日本はですね、そのいろんな産業がありまして、まあ、適度にばらついてますんで、これがダメならダメになるっていうような、そういう、まあ、柱みたいなものないんですね、幸いにして。まあ、自動車産業がかなり大きいところがあってですね、まあ、そこでトヨタやホンダや日産がこけるとですね、ちょっと不況色は強まりますけども、かといって日本全体が悪くなるというようなことは多分ないとは、まあまあ、東海エリアの経済は悪くなると思いますけど、そんなビビッドな影響を受けるとは思いにくいですね。で、中央日報さんのメディア、日本語サイトにはこういうのもあります。同じく韓国経済新聞からの流れですね。韓国点、日本の失われた20年より深刻な経済危機も、みたいなタイトルですね。いや、と思いましたよね。一部読みますと、英国の有力日刊紙テレグラフは29日、括弧現地時間、失われた数十年、はてな、韓国はさらに深刻になるかも、と。ロストディケイディス、はてな、フォーサウス、サウスコリア、イッツ・クッド・ビー・イーブン・ウォースと題した記事で、このように報じたと。同紙はアジア4位の経済大国であり、世界11位の経済規模の韓国が危機直前状況にあると診断した。このように韓国が危機に直面したのは、米中貿易戦争や韓日葛藤など対外要因だけでなく、所得主導成長や法人税引き上げなど、ムン・ジェイン政権の誤った政策のためというのが同氏の分析だと。要は、まあ、ムン・ジェインさん、アホなことやったねっていう。同氏はソウル大行政大学院のパク・サンイン教授の韓国経済分析を引用した。パク教授は、韓国経済が不況を迎えることになれば、1997年の通貨危機当時と同じような危機が発生する可能性があると述べた。まあ、まあ、そういうことが書いてありまして、まあ、読み上げたのが記事の中の一部です。で、私が一番心配しているのはですね、韓国、さっき申しました通り、財閥が経済の7割ぐらいを、まあ、占めていて、その財閥の業績が悪くなるっていうことは、要は海外に向かって物が売れない状態であるということなんですね。で、海外に対して物が売れないということは、ドルが入ってこないということなんですね。で、ドルが入ってこないということは、1997年とかですね、2008年、2009年とかの、まあ、通貨危機、1997年はIMF の介入があってですね、まあ、屈辱的なですね、IMF の、 言いなり状態になってましたけど、2008年、9年の時は、まあ、日本が助けに行って、まあ、なんとかかんとか事なきを得ましたけども、まあ、あの時と同じくらいだっていうことは、同じことが起こるっていうふうに、同じことが起こるかもしれないというふうに私なんかは考えてしまいますね。同じことが起こると、すなわちドルが足りない、韓国が国家としてデフォルトに追い込まれる可能性もあるということでございまして、
こういう、ね、発表される数字だけ見てると本当おっしゃる通り1997年の通貨危機当時と同じような状況なんですよ。なのに、大統領はムン・ジェインさんっていう、まあ、まあ控えめに見ても経済音痴、じゃないかなという方が大統領に率いてて、まあ、かなり韓国経済にとってはマイナスの政策を推し進めておられますし、ムン・ジェインの経済政策が成功してるなんて思ってる人は一人もいやしないわけですね。私のような素人も含めてですね、まあ、バカなことをやってらっしゃるなというふうに見えます。ですんでさらにですね、従来申し上げてます通り韓国のデフォルトの危機っていうのは徐々に深まっていて、これいつパリンするんですかというふうに私は思っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。